ヤミさん、ユウコさん、ご結婚おめでとうございます。お二人の幸せを願っています。また大阪行った時は飲みに行きたいです。おめでとうございます。おめでとうございます。ユウコさん、おめでとう。今日は行けなくてすいません、でも2人とも末永くお幸せに暮らしてください。ハッピーウェディング。岩見さん、優子さん、結婚おめでとうございます。今日はちょっと会場行けないんですけれども、お二人の幸せを心より記念しています。日向でした。ゆうこのお祝いコメント言わなあかんねんで、言わやないといけな、スティングトゥーマッチ。オーマイゴッドファーザー降臨、よいしょ。あいつバレすぎやね。砂糖 100% です。全力でお祝いコメント言います。ゆうこおめでとう。いや俺ら笑ったことあるやん。あ、じゃあ、はい、ゆうじくん、ゆうこさん、お結婚おめでとうございます。あの二代目を早く期待しておりますので、よろしくお願いいたします。あのまたあの苦労するでしょうけど、頑張ってください二人で。はい、もう私らあんまり応援できない。まだそういうこと言う。すみません。ん、またか。ちょっとちょっとちょちょちょ、またか、このちょまたか、じゃもうもういいでしょ。前回の前回の何キロあるおでんねん、もこれまで無理だってこれは。いや前回の稲田さんのあれのも被ってますやん。僕も使っちゃうから。いやもうそこはもういいでしょ。チケット取んねん。チケット取ったらじゃそれ返すんで僕が。じゃあもう今回はもう行きましょう、マジでほんまに。ほんまに行くの？行きます。いやもう前のあれはもうダメです。あれはもうシャーなしなんで、マジで行きましょう。これに関しては本当にもうみんな不正ばっかり、不正しかしいひん。電車は新幹線はあかんで、ほんまにびっくり、びっくりしたよ俺は。ほんまにそこはもう頼みますよ。What?
自分がこの鳥取で生きていくんやってやつと、うん、っていうかもうそこしか選択肢がない子たちと本当にいいやんって思う子と田舎を出てやるって言った、出てやるとかそんな気負ってないけど、あもう別にいいやんいいやんって外の世界があるよから出よりよみたいな、だからそういう確かにな、そう思う感覚は大阪の子と違うよな。ないですね。ないよね。ないですし、うん、すごいな。選択肢がないからこそ選択肢がある。選択肢がないからこそ選択肢がある。